こんにちは、助産院バブバブ助産師の久子です。はい、あなたは旦那さんとどんな関係ですか？夫婦うまくいってますか？まあいろいろありますけどね、夫婦ってまあなんだかんだで仲良くやってるよっていう人もいれば、もう今いつどのタイミングで別れてやるか考えていますっていうね、そんな人やったりとか、まあいろいろね、他人と一緒にこう家の中で共に生活していくっていうのは本当に難しいなと痛感します。ウェブ相談ね、日々やってるんですけども、皆さんからの相談でやっぱ旦那が意味わからん、旦那に腹が立つっていう、その相談は日々耐えたことがありません。その相談がなかった日がありません。毎日この問題と私は関わって一緒にどうしたもんかなって言って話をしてるんですけどもね。ということで、まあね、離婚、予期せぬ離婚、夫は一生懸命やってるつもりなんやけど、妻側からもうみくりだりはんみたいな、もうシャッターバーンみたいな、そんなんで、急にね、妻が子供連れて実家に帰っちゃったみたいな、そんな相談も、パパからの相談もものすごく多いんですけども、はい、そういう動画をね、前上げたら、たくさんコメントいただいてありがとうございます。で、皆さんやっぱりこの夫婦の問題いろいろ抱えてて、旦那こういうところがなとか、いやいやいや私たちももうちょっと大人にならなとか、いろんなコメントくださいました。そのコメント一つ一つちょっと拾わせてもらって、さらにこの夫婦問題について広げていきたいと思います。よかったら今からちょっと旦那の愚痴なんかも入ってるコメント読むんやけどね、私たち 女性やから、もうわかる、それムカつくよねとかあるじゃないですか。こうそれをシェアしてまたなんか元気になってちょっと頑張れるみたいなとこがあると思うので、旦那の悪口合戦にはなったらあかんのやけど、皆さんが抱えてるもの、あなたがこう抱えてるものあったら、どしどしコメント欄に寄せてください。みんなでわかるっていうところをシェアしていきたいなと思うので、コメントたくさんくださいね。はい、では順番にコメントを読んでいきたいと思います。頑張らんでええよ、適当でええよ。では読むね。学生の頃、保健体育の先生が雑談中に、女性は1日に小説本1冊分の言葉を発さないとストレスが溜まっていくということを教えてくれました。そういう些細な情報でも男性女性の特性を知っておけるだけで、ハッと気づけるシーンが増えると思いました。マークさん、チャコさんがおっしゃる通り、学校で男女の脳の特性について少しでも学びの場があったら、もっと幸せにつながりますよね。これ面白いですね。女性は1日に小説本1冊分の言葉を発さないとストレスがたまる。わかる。もう余裕で私もう小説本 5,6 冊いってんちゃうかなっていうぐらい発してますけどね。喋らへんかったらあかんな、やっぱり私ら。はい、次、国はお金をちょっと上げたら少子化対策になるなんて言ってるけども、お金だけではないですよね。まさに男女学、子育て学とかそういうところがかなり大事だと思いましたね。本当にね、そうなんですよね。もちろん経済的な部分、お金ってのはめっちゃ重要やと思うんですけどね。でもそれだけではダメなんですよね。だって実際私がウェブ相談を受けてる中に、もう生活自体は何も困ってないし、お金には困ってません、ウェブ相談の向こうにも綺麗な立派な家が見えててね、何も困ってない、でも旦那との関係がとか、今私は幸せかって言われると幸せとは言えなくてって言って、経済力っていう部分と、やっぱこのね、男女の脳の違い、旦那さんとのそのいろんなやり取りっていうところの、心が満たされてるか満たされてないかっていうことで幸福度って変わるっていうのがウェブ相談でめっちゃあるんですよ。だからやっぱお金だけではなくて、お金同等に大切な部分っていうのが、2人のこの心の部分のこの尊重し合うとかね、尊敬し合うとか、そういう部分っていうのはめちゃくちゃ重要であって、そこはもっとほんまに学ぶ場所っていうのが必要やと私も思いますね。はい、次、育休を2人目出産時に旦那が取りましたが、熟年離婚ってこういうことなんやってなりました。会話もほとんどないし、仕事休んでるから勝手にこっちは期待しちゃうんですよね。本当、気持ちを常にぶつけ合うことで、うちはいろいろと解決しましたが、本当、夫婦仲良く24時間ずっと過ごすのはめっちゃ難しい問題だと思います。人間一人一人違うから、これが正解っていうのもないし、上手に向き合っていかなきゃですね。そうよね、取るだけ育休とかってね、言葉もあるけど、旦那が家にいることで手伝ってもらって、心穏やかにこの子育てできるために旦那に仕事休んでもらうねんけど、
おられることで余計イラッとしてっていう話もよー聞きますからね。次、男、本能的に子育てに向いてないんだったらもう妊娠出産できる体になってほしい。いやほんまですね、そういう風に進化していかへんかな人間ね。はい、次、我が家は子供が1人、犬1匹、夫の仕事は保育園の送り迎えと子供のお風呂とフルタイムの仕事で、私の仕事は、料理、洗濯、掃除、フルタイム勤務、在宅勤務をしながら子犬の育児、洗い物、日用品や食材の買い物、ゴミ捨て、保育園の習い事を対応、準備、家事が終わってから夜2時から3時まで残業、その後朝7時まで夜泣き対応。聞いてるだけで死にそうね、この分担で帰宅後ひたすら座ってスマホをいじって食事を待つ夫、子育ての不明点を検索せずに私に聞いてくる夫、私は相手の気持ちに、立てず優しくできないことが日々あって反省ではありますが、さすがに限界近いです。夫にもう少し自発的な行動を望むのは酷でしょうか。これさ、あの担当が役割分担が、あの私の方、あのママ側がちょっと大きすぎひん。これもう一回話し合ったら、夫がやること保育園の送り迎えと子供のお風呂と仕事だけ、少なすぎるやろこれ。これ分担もうちょっとちゃんと話し合って、もうちょっとこううまいことやった方がいいんちゃうかなっていうのは思いましたけどもね。はい、次、28歳3児のママ、私たち夫婦も3人目が生まれるまでは専業主婦だったため、育児と家事は私がしなきゃと気持ちが張り詰めていましたが、3人目生まれてからは私も産後半年で働き始めて、もうキャパオーバーだったので旦那を一から育てる気持ちで、洗い物や洗濯は私のやり方を教えて任せるようになりました。今でも洗い物の中、洗い物中に、水の出しっぱなしや水圧が強いと注意することもありますが、旦那も私の機嫌を伺って言い返すこともなくスルーできるようになりました。完璧を求めることをやめるとストレスも減って 楽になりました。その分子供と同じ気持ちで遊んだり心の余裕が持てて、この人が旦那でよかったと思ってます。教育をしようっていう話ね、3児のママの話はちょっとあの信憑性があるというかね、なんかためになるね。はい、育てていこうなっていうね。はい、次、一人目出産後の主人はイクメン気取りでしたが、今ではメキメキと成長し、先日妊娠中の私がコロナになった時に完全ワンオペを経験して今では無敵です。大変やったけどいい経験になったと言ってました。伝えるだけではダメです、実際に経験してもらうとのが一番ですね。これ私も思うけど、もう旦那できひんからって、もう結局旦那にやらしたら二度手前、結局私がやらなあかんから、もうやらんでいいみたいなね、いうことをやってしまうと、結果彼は全然成長できひんで、私ばっかりスキルアップするわけで、どんどんイライラするわけですよ。でもできひんし、いろいろ足りひんけど、もうとにかくやらす、やらして経験させる、そしたらとろいながらにね、いろいろこう少しずつできるようにはね、少なくともなるので、やっぱやらせんかったらできるようにならへんからね。という意味では、こうやってやっぱこの、あのさっきの28歳3児のママもそうだし、あの今のママさんもそうなんだけど、旦那を育てるということをすごい頑張ってはる、これは見習わなあかんなと思いましたね。まあ、いい話ありがとうございます。はい、次、これも面白いよ。いろいろ自分で調べてるパパはもしそれで間違えても完全に許せる。はい、そうね、検診にも興味を示さず、産後子供と関わるタイミングがないだろうからと沐浴だけお願いしたら、俺は他の男より協力的だ、恵まれた環境なのに不平不満ばっかり言うなとか言う夫。あー、これ最悪。マシュマロで肌と心に優しさを。新生児期に哺乳瓶の消毒液に素手を入れたり、衛生面を考えずやってくる夫。はい、挙句、哺乳瓶を消毒する理由を専門家が示した記事を送ってくれ、今後すべてそのようになぜ必要か一つ一つ明文化してくれと言ってきやがった。こっちは寝不足だと言ってるのに、お前の子供だよ、自分で調べろクズと思ったけど、相手にするだけ無駄なのがよく分かりました。めっちゃね、分かるね、この気持ちね、分かるよ、分かってくれる人が私たちいっぱい、この視聴者さんみんな分かるよ、うんうんうん、コメントコメントコメント、みんな分かるのコメントちょうだいね。はい、次、お互い脳の作り方が根本的に違う中で、言わずとも私かっこ俺の辛さを分かってよは通じない。
どういう声かけや伝え方が相手に届きやすいのかを学び、実践していくしかない。根本的な治療法がないから、対処療法的な対応で負担を軽減させ、体を慣らしていくような気分だな。そうやね。解決策ってこれって、ビシッと、わ、気持ちよく解決したっていう明確なものっていうのはなくて、やっぱ徐々にこう人間変わっていく。ほんまに何か問題起きたら、そこに根本的なところを直すというよりも対処療法をしていって、とりあえずそれがうまくいったら OK とする。でも対処療法やから根本治ってへんから、まだ同じようなこと繰り返されんねんけど、そこにまた対処療法を施すっていうところで、少しずつこの体質改善じゃないですけどね、根本的なところにちょろっとちょろっとちょろっとこう種をまいていくみたいなことになっていくのかもしれないね。私は察してほしいとか常に愚痴を聞いてほしいとか思わないけど、育児が忙しすぎて家事ができてなかったら文句言う男性とか、具体的に洗濯手伝って買い物お願い、美容室行く間子供を見ててってお願いしてもやってくれない男性は無理。確かに察しろとは言わんとね、大人やね。でもこれやっててお願いした時にもそれをやってくれない男性は無理。ほんまにそうやね。そこは頼んだからはやってほしいなと思いますね。そこになんかやってあげてる感とか出してくる旦那さん多いもんね。ほんまにね、腹立つね。はい、次いきます。夫は上の子たちに言わなくてもやれと言いながら、私にはしてほしいことがあったら言ってくれればやるのにとほざきます。はあ、子供よりも子供です。ね、旦那さんは旦那さんでね、やっぱ子供とか見ててね、言われんでも勉強しろとか、言われても片付け、いつも言われてるやろっていう風に言うんですよね、うん、でもね、言われんでもやってよってママが思っていることに旦那は言われ分かれへん、それね、うん、言ってくれたらやるのに。これ子供も一緒やからね、ほんま子供も一緒なんでね、男の子なんか特にそうなんでね、言っても言ってもなかなかできひんから、その都度その都度先の対処療法ですよ。対処療法で片付けてへんかったら、片付けやって言ったら、まあ子供やろうとするしね。でまた片付けてへん、昨日も言ったよねじゃなくて、片付けやってで最初療法で言ったらまたやろうとはするんでね。もうその繰り返し、私たちの忍耐も必要やね、ほんまにね。次、もうね、子供が生まれてしばらくしたら男性と離婚して、助け合える女性と再婚がベストやと思います。頭の作りが違いすぎる人と苦労して分かり合えなくてもいいかと、時間の無駄なような気がしてきました。人生は意外と短い。我慢してある日事故でとかで死んだら浮かばれない。そんな私はいつ別れるのがベストか考えているところです。ほんまやね。もうある程度のとこまで行って、その遺伝子をこの子供が生まれて、ちゃんとこの種の保存っていうことをやったら、もうそこからはもう別れて気の合う女性と楽しくやってる方がハッピーかも。女性と再婚がベストか、確かにそうかもしれないね。長い長い、あと100年とか200年300年もう1000年とか経っていったら、人間社会ってそんな風にまた制度が変わっていったりもしなくもないかもしれないね。面白いですね。どんな風に変わっていくんでしょうね。ほんまにね。はい、次。私の会社では結構こういう産休前の セミナーとかがだいぶ盛んになってきてて、プレパパさんも結構参加して、育休明けしたパパさんとかにいろいろ積極的に質問してる姿もありました。見える化って男の人にとってはとても重要なことだと思います。そのセミナーでも実際の仕事と育児の両立に向けて、実際に子育て経験のパパママさんたちが1日のスケジュールを共有してたりしました。私の会社は世間でいう大手と言われるところにいますが、どの会社でもそういったセミナーなんかが活発になればいいなと思いました。学生さんたちにこのような夫婦学みたいなものが大事だと思いますが、所詮まだ先のことと思ってなかなか目に入ってこないと思うので、産む直前とかにでもこういった学ぶ場があれば全然違うのかなと思いました。わかります。プレママ教室と同じで、産院や市区町村でプレパパ教室を必ず受けましょうにしてほしい。そこで赤ちゃんのことはもちろん、産前産後のママの変化についてと、パパができることについて必須で学んでほしい。うん、それに対して、私の会社でセミナー講師されてた方は、自治体でのセミナーでもそういった話をされてたみたいです。こういう学びの場、普及していってほしいですよね。
もうね、あのコメント欄でこう会話が繰り広げられてますね。いいですね。私も結構ね、大手の会社、民間の会社にはあのこういうセミナーをやってほしいっていう講演依頼よく来ますよ。あのその社員さんたちに向けての講演会で、あのさせてもらったりっていうのをやってますね。でやってみると結構皆さん興味持ってくださったりで、あのいいな、こういうのはどんどん広げていくべきやなと思いますね。で大手だけではなくて中小企業も含めて全ての会社がこういうのに力入れれるようになることがきっと少子化、お金のばらまきもいいんですけどね、うん、こういうことがきっと少子化の一番の対策になっていく肝になるんかなっていうのはものすごく私も感じますね。私の夫は産後間もない時は子供が泣いているのに私が気づかず、夫のワイシャツをアイロンしながらテレビを見てると、母親だろ？なんで我が子が泣いてるのに気づかないんだ！と怒るような人でした。私も私で、いや、あんたの子供でもあるんだから、あんたがそばにいるなら我が子が泣いたらあんたが対応すればいいだろう！という応酬をしておりました。そんな我々夫婦でしたが、ある日上沼恵美子さんがテレビで世の奥様の気持ち、主に子育て中を代弁してくださっているのを見た際、私が激しく同意して興奮していたのを夫が目の当たりにして思うところがあったのか、それ以降帰る際には必ず電話で連絡をくれ、産後から3歳ぐらいまでは何か買ってくるものあると必ず聞いてくれ、以前のような母親だろうというような発言や態度がなくなり、とてもとても上沼さんには感謝の念を覚えた記憶があります。年上でやや男尊女卑的な環境で育ってきた夫にもかかわらず柔軟な対応してくれた夫にも感謝です。幼児を育てるパパとしては高齢で、二言目には疲れた、腰が痛いと言っていつもくたびれている夫ですが、なんだかんだで家族で平和に暮らせているのは夫の対応力があっての賜物だなと改めて感じました。家庭を営むって本当に難しいことだし、当たり前ではなく決して簡単なことではないんだなと思いました。私もこれに甘んじず、思いやりの気持ちを忘れず日々精進します。上沼恵美子さん、ありがとうございます。本当にありがとうございます。どんな話してはったのか私もすごい興味あるな。はい、次。昨日俺は帰ってきてから30分も自分の時間がないんだぞとか、いつも畳んでない洗濯物を山にしてるだろうが、お前日中何やってるんだ、こっちはクタクタなのに、風呂が投げ、泣いてんだから状況考えろとブチ切れられたので、はぁ、誰に言ってるんと勢いでブチ切れ返しはしたもののバカバカしくなりました。ちなみに5人育児中で末っ子6ヶ月、男女の脳の仕組みが違うことは理解していますが、とはいえ15年ほど育児してるのに父はまだ分からんのですね。我が夫ながら情けないです。まあね、腹立つけど腹立ちながらもなんかこの、あの話はちょっと仲良くやってんのかなって、なんかいいこの落としどころ見つけながら、こう戦友みたいな感じで15年間子育てやってきてるんかなみたいな感じもね、しないでもないですけどね。はい、たくさん読ませていただいたんですけど、どうですか、わかるとか、あ、その夫はもう絶対無理とか、ちょっと呼んでこい、話したるわみたいなんとかかと思ったら、おすごいなこの旦那さんはとかね、いろんなこと思いましたね。まあこのようにですね、私たち女性も頑張ってるし、男性は男性でパパたちも一生懸命男性なりに考えて頑張ってるんやなっていうのも見えてきますね。まあ私たちが思い通りに夫は動かないですけど、もうそうこうしながら、だけどこんな可愛い子供を授けてくれた感謝する夫でもありっていうところ、いいところもね、ひねり出してもいいところを探していかへんかったらなかなか見つからないですけどね。でもどの夫も必ずいいところってあるんですよ。嫌なとこ嫌いなとこでブワー上がってくるんですけどね。でも探せば、ひねり出せば、絶対あこういうところが好きやったな、そういえばっていうね、思い出せることってあると思うので、まあイラ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 しんと、そういうところも私たちちょっと見つけていきたいなと思いますけどね。でもコメント欄で、あのうちの旦那の話聞いてみたいなことが、こんなムカついたとか、こんなところでちょっとあの見直したとか、何でもいいですよ。コメント欄で、はい、旦那の話で盛り上がりませんか。はい、はい、どうぞ書いて。はい、またそれ一つ一つ拾ってね、みんなでこの夫婦問題語りたいなと思っています。はい、12人産んだ助産師さこの子育てチャンネル、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。
マシュマロポメロはあなたと、そしてあなたの大切な人の健やかな笑顔、そして豊かな人生の追い風となること、一途な思いを込めて作りました。私がこだわってこだわって作った商品の購入は概要欄またはこちらのリンクからどうぞ。